はい、α7C オーナーの皆さん、こんにちは。映像クリエイターのうっしーです。この動画では Vlog 初心者の方向けに α7C の使いこなしのヒントについてご紹介していきます。最近ね、この Vlog というものがすごい流行ってきていて、まずね、この Vlog って何って思う方もいらっしゃると思うので、簡単にね、ご説明していこうかと思うんですけども、Vlog というのは、ビデオブログの略で、今まではね、このブログというものは文章でこう表現してきたんですけども、それをね、ビデオで表現するっていったものが Vlog となっております。で、本当にね、この Vlog というのはたくさんの魅力が詰まっていて、例えばね、友達と旅行に行った時とか、何気ないね、家族の瞬間に動画をね回して、それを Vlog として、こう作品として残しておくことによって、こう2年後3年後、10年後20年後って、その動画をね見返した時に、うわ、こんなことがあったなとか、こんなところに行ったなっていうのが、こう何気ないね日常が後から見返すと、それがね、特別な一日だったってことに本当に気づくんですよね。で、動画って聞くとちょっとね、こう難しく感じる方もいらっしゃるかと思うんですけども、この Vlog というものに関しては、正解も間違いも何一つないです。本当にその瞬間を楽しんで、それを収めて、もう数年後自分がね見返せたら、もうそれはね、素敵なもう Vlog だと思うので、ぜひね、これからね、ちょっと Vlog を始めたいと思う方は、まずはね、その楽しむところからこう入っていただいて、今日の動画でね、さらにその Vlog というものをより良いものにするために、ステップアップとして、この動画でね、学んでいただければなと思います。はい、まずはね、僕がこの α7C と、キットレンズの 28mm から 60mm のレンズを使って、ちょっとね、こう友達と Vlog を撮ってきたので、まずはね、そちらをご覧ください。どうぞ。はい、友達とね、ホームパーティーをやった際にちょっとね、Vlog を回してみたんですけども、はい、この α7C とこのキットレンズでこのような動画が撮れます。ぜひね、これから Vlog 撮影のヒントについてご紹介していくので、お手持ちのね、α7C を一緒に試しながらやってみましょう。はい、それではね、まずは α7C で動画を撮影する際の基本的な設定についてご紹介していきます。まずはダイヤルを回して動画撮影モードにします。そしてこの赤いボタンを押すと実際に動画撮影を開始できるんですけども、その動画撮影をする前に、一つだけ注意点があります。それはカメラのシャッタースピードを100分の1に設定することです。はい、なぜね、シャッタースピードを100分の1に設定するかと言いますと、フリッカーというものを抑えるためです。このフリッカー現象というのは電気のちらつきのことを言うんですけれども、このシャッタースピードを東日本では50分の1か100分の1、西日本では60分の1に設定することで、ちらつきをね、抑えることができます。なので動画を撮影する際は基本的には100分の1に設定して撮影し、動画が明るい際には F 値を上げて調整するか、ISO感度を下げて調節します。または ND フィルターといって特殊なフィルターで調整することも可能です。で、実際に動画を撮影する際に気をつけるポイントもいくつかありますので、そちらもご紹介していきます。まず一つ目は手ブレを抑えることです。動画を撮影していると、どうしてもね、この手ブレというものが起きてしまうんですけども、撮影をする際にこのようにね、ストラップを首につけてこうピンと貼って撮影すると手ブレがすごい抑えられます。続いて2つ目、撮影しておくといいカットをご紹介します。で、今回の僕の Vlog で言うと、どうしてもね、そのホームパーティー中に自分たちばかりをね、こう撮影してしまいたくなるんですけども、そういった時にね、インサートといって、こういったものをね、撮影しておくとよりね、 Vlog が映えます。あとは実際に撮影する際に自分の前に物を置いて、こう前ボケをね、作って撮影するとよりおしゃれな動画をね、撮影することができます。はい、そして最後に3つ目、スロー&クイックの機能を使います。こちらのダイヤルをスロー&クイックに変更し、メニューボタンからスロー&クイック設定、フレームレート、こちらの120フレームというものを選んで撮影するとスローモーションが撮影できて、こちらの1フレームを選択するとタイムラプスといったこのようなコマ送りの動画を撮影することができます。はい、たったね、この3つを意識するだけで、とてもね、簡単におしゃれな Vlog を撮影することができます。はい、ここからはね、応用編として、さらにね、より良い Vlog を撮影するためのおすすめのレンズだったりとか、アクセサリーをご紹介していきます。
はい、おすすめのレンズ1本目が 20mmF1.8 の単焦点レンズです。こちらのレンズは自撮りを積極的に行いたい方におすすめです。はい、α7C に装着するとこんな感じです。超広角な 20mm の画角ということで、とても自撮りがしやすく、さらに小型軽量設計でグリップに装着しやすく、 Vlog の撮影にぴったりです。そして高い近接撮影能力を持っていますので、腕をね伸ばしきらなくてもピントを合わせて撮影することができます。はい、続いてのおすすめのレンズが 24mm〜105mmF4 のズームレンズです。はい、こちらのレンズを装着するとこんな感じです。 24mm〜105mm ということで、とてもね幅広い撮影ができるオールラウンドな標準レンズです。また開放 F 値4固定なので、ズーム全域で高解像を実現します。はい、続いてはおすすめのアクセサリーをご紹介していきます。はい、まず一つ目がこちらのソニーのグリップです。動画では撮影ポジションがとても重要となっていて、こちらのねグリップがあるだけでとてもねアングルが自由になります。高い機動力とホールド性で自撮りがしやすく、手ブレを抑制する効果も生まれます。もちろん外向け三脚としても使用できます。さらに Bluetooth に対応しており、手元で直感的に操作することも可能です。はい、続いておすすめのアクセサリー2つ目、マイクです。動画にとって実は音というのはとても重要となってきます。こちらのマイクはデジタルオーディオインターフェースに対応しており、 α7C と簡単に接続し、音声をデジタル信号のままダイレクトに収録することができます。また幅広い範囲に対応した撮影が可能です。はい、そして最後おすすめのアクセサリー3つ目、 SD カードです。動画撮影ではメモリーカードの転送速度もとても重要となってきまして、こちらの SD カードは撮影時はもちろん、撮影後の PCA の転送も高速です。さらにこちらの SD カードは一体成型となっており、様々なトラブルによる破損を防止します。はい、これらのね、おすすめのレンズだったりとか、アクセサリーを使用して撮影すると、映像の幅はこのように広がります。どうぞ。今日はね、友達の家でホームパーティーです。乾杯。はい、というわけで、これからね Vlog を始めたいと思っている方向けに、今回はね Vlog の撮影の方法についてご紹介させていただきました。この生きている時間っていうのはもう二度と訪れない瞬間であって、その瞬間をね忘れないように、ぜひね思い出を形に、Vlog に残していただけたら、僕もとても嬉しいです。はい、というわけでね、今日の動画はこれで以上となります。最後までご視聴くださりありがとうございました。ぜひねチャンネル登録、グッドボタン、コメントの方よろしくお願いいたします。 Twitter、Instagram、TikTok もやっていますので、ぜひチェックしてみてください。それではね、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。